しましょう。レクサスチームルマンワコーズ脇坂純一監督、大島和也選手、山下健太選手です。大きな拍手でお迎えください。こちらへ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 、ようこそお越しくださいました。まずは開口一番言わせてください。第4戦対優勝おめでとうございます。おめでとう言われてるの何してんのお前ら。どうしたんですか。え、マイククソ熱くないですか。熱い、すいません。 ビニールの部分持てば大丈夫やわ。チンチンする。申し訳ございません。ありがとうございます。はい、もう待ちに待ってました、このことを、叫べることを。なんかタイですね、まあいろいろ、まあ皆さんね、 J スポーツ等で見ていただいたと思うんですけど、いろいろありまして、もう本当にね、なんとか彼ら2人戦い抜いて勝ち抜いてくれたのかなと思います。で、まあ、ブリヂストン来たんでタイヤの話しますけど、はい、あのタイに対してブリヂストンさんが用意したタイヤが2種類ありまして、はい、でまあ、前半我々が履いてたタイヤが柔らかいタイヤで、他のブリヂストン勢が硬いタイヤで、後半我々そのまま柔らかいタイヤで、37が柔らかいタイヤに合わせてきたんです。で、ね、そう考えると36も速かったですよね。でそう考えると我々、ね、タイヤ選びずっとやってましたけど、はい、どっちのタイヤ選んでも勝てたんかなっていうような部分でブリヂストンさんには感謝したいなと、はい、ありがとうございます、はい、それだけちょっとお伝えしておこうかなと思います。最初にね、いや、皆さんにじゃなしに、皆さんに、後ろ側におられる偉いさんに対して、ね、ありがとうございます。ちゃんと動画でも撮影してますね、安心して。偉いさんに対してブリヂストン本当にお世話になったです。ありがとうございます。この部分だけ切り取って偉い方々にちょっとお見せいただければと思います。脇坂純一でございます、よろしくお願いします。政治家さんみたいになってますけど、はい、大島選手もぜひ一言お声を聞かせていただけますか。はい、何について喋ったらいいですか。もう今まで皆さんで言ったじゃないですか、優勝おめでとうございます。待ちましたよ皆さん、大島和也の優勝。そうですよ、6年間待っておりました、はい、あのモテギ以来の優勝でございます。2013年、はい、長かったですね。勝ち方すっかり忘れてたんですけど。そんなことないです、ね、思い出しました。そうですね、ちょっと思い出しました、はい、あのいい車といいタイヤがあれば、はい、勝てるんだなと。そうですね、ドライバーの実力はね、もう間違いないですからね、はい、あとは車とタイヤと監督と全てが揃っての優勝。そうですね、なんか久しぶりにレースとレースの間がなんかあんまストレスなかったです。え、それまでストレスあったんですか。なんか悔しいレースした後、次のレースまですごいずっと悔しい思いしなきゃいけないんで。そうですよ、ね、そういう意味ではタイが悔しかったら、この空いてた1ヶ月が苦しかったでしょ。そうですね。でも優勝してもね、2週後にもうスーパー GT あるようなスケジュールもたまにあるじゃないですか。そうです、確かに。それよりかはタイで勝つと長いですからね。長いから引きずれてよかったですね。素晴らしかったですね。そして山下選手、なんかあのそちらで素敵なサングラスがとても似合っていらっしゃいますけれども、見事な優勝おめでとうございます。はじめまして。はじめまして。はい。はじめまして。私はじめましてございます。はじめまして。ナイスミートゥーですか。ナイスミートゥーでございます。ナイスミートゥー。はい。ぜひあのファンの皆様に優勝のお言葉を一言。はい、あ、タイでは応援ありがとうございました。タイでは応援してないともう大体。そうですね、あのお前が暑い中レース頑張ってたよ、最後も神経戦やってる間、はい、皆さん多分涼しいリビングで J スポーツ見ていただいて。そうですね。いや、はい、ただチームとしてすごい勝ってなかったっていうのは聞いてて、はい、でも今年の初めからもうずっとタイは勝つって、うん、もうチーム内でもう目指してたところなので、はい、非常に今いいですよ、喋っても写真ですからね。写真やから喋っても大丈夫です、はい、プレッシャーはあったんですけど、はい、勝ててよかった。いや、でも私で今日そういえば山下選手お誕生日だそうです。お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。そうなんです、8月3日のお誕生日で24歳になられる、はい、バースデーポールですね。そうしたらすごいですよね。昨日迎える時なんかやればよかったな。大丈夫です。いや、本当にもうノリに乗って今一番ね、あの注目伸び盛りの若手というふうに言われてますけれども、うん、24歳の抱負を語っていただいてもいいですか。24歳、抱負、チャンピオンで。お、シリーズチャンピオン、はい、おお、監督そうおっしゃってますけれども、あ、もう健太が言うならもう僕もそういうもと頑張りたいなと思います。間違いないですか、はい、ちょっと、ま、このスピーカーの向き変えてもらいましょうか。マイクに大丈夫ですよ、僕が近づくからです。キンキンちゃって申し訳ございません、はい、そうですね、本当に今ねシリーズチャンピオンって話がありましたが、体力奪ってしまうのもあれなんですが、椅子が熱いのかなと思い、どうですか、座ってみますか、一回座ってみますか、どうでしょう。
まあ、ギリギリ大丈夫です。ギリギリ行けますか。じゃあぜひ おかけいただきましてお話を、ね、伺いしたいと思います。パラソルの方もご用意させていただいて、ちょっとねステージのトラックが、ね、ちょっと待ってください、はい、うちのレースクイーンです。うちのレースクイーンです。どうでしょうか。こんなおかしいやらんやろ。一応向こうからあれです、あのファンの方々が写真撮って言ってるのに、はい、僕らの傘出してくれてるとおっさんやん。いや、やっぱコスチューム大賞も狙ってます。コスチューム大賞狙ってるんですか。はい、狙ってます。じゃあもうお腹へこめていただいて。はい。あ、そうですか。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。いや、でも本当にね、ここね、もうシリーズ、はい、チャンピオンが狙えるポイントトップということで迎えたこの折り返しの富士。どうですか。そうです。どうですか。今日朝から、うん、なんかあの思いのほかもっと下位に沈むかなと思ってて、もちろん予選になるとね、やっぱりハンデーウェイト の有利なところがどんどん前に来るのは分かってるんですけど、はい、それにしても朝のフリー走行我々上位に折れてますし、で朝からずっとガソリン積んでずっとロングランしてるんですよ、はい、まあ、予選なんてね500キロマイルで長いし、まあ、予選同行よりも、どう安定して走らせるかなんですけど、その割には彼らいいパフォーマンス見せてくれてるんで、まあ、富士に向けての入りはいいのかなというイメージは持ってます。そうですね。大島選手、そのあたり車の重さとか、まあ、年率とか気になりませんか。あまり、まあ、年率2ランク絞られてて、はい、まあ、ストレートスピードはちょっとロスがあるんですけど、うん、まあ、ウエイト的には36キロ、はい、で、まあ、なんか前回の富士はもっと軽かったか、まあ、でもそんなに30何キロだと影響はなくて、こんなに富士は、はい、なのでマシンのバランスはいい状態。あ、本当ですか。でまあ、単独で走ってる分にはそこそこ戦闘力があるので、まあ、レースになってね、やっぱその300クラスとかに引っかかった後の加速とかやっぱ全部負けちゃうんで苦しいと思うんですけど、まあ、思ってた以上に戦えてます。そうですよね。の山下選手、先ほどあのシリーズチャンピオンの話も、ね、してくださいましたが、まあ、チャンピオンを狙うにはここと次のオートポリス、ここは絶対もう取りこぼしができないコースだと思います。なんか見たね、それ見ました。ちゃんとブリヂストンのフェイスブックでも見たんですか。ちゃんと真面目に、あと昨日インタビューもね、はい、ブリヂストンのフェイスブックにインタビュー載ってますね、はい、我々の取りこぼせないということなんですが、そのあたりはどうですか。そうごめんなさいね、すみません。何でしたっけ。忘れちゃいますよね。あのここと次のオートポリス、この重たい車でこう走ってこうポイントをしっかり取っていかなきゃいけないかなって思います。でも昨日のインタビューの時さ、次のレース須藤だと思ってなかった。思ってました。だよね。あ、次どこ。オートポリスか。ヤマケの中で一戦なくなってたんやな、シリーズ戦が。いや、大堀とすごい逆だと思ってました。あ、そうですね。あえて触れなかったけど、はい、そうっす。まあでもやっぱ重い中でのどれだけポイント取れるかっていうのが非常にチャンピオン争いに関わってくると思うので、今回なんかはまあ多分勝てはしないですけど、もう表彰台ぐらい目指していかないと。今回表彰台だったら次3段目のリストリクターだよ。そうですね。ガソリンこんなだよ。皆さんルール知ってます。ってますよね、ウエイトは50キロまでしか積めないです最近。昔100キロとか120キロやりましたですね。でもあんまり重たいのでやるとね、衝突した時に衝突エネルギーがねやっぱり質量の中に比例するでしょ。だからそういう意味で50キロにして、その後リストレクタイでエンジンにね燃料いく量を制限するんですよね。でそれが2段階我々してますから、ストレートスピードが今朝トップでね300何キロか行ってるんですけど、我々280キロ台なんで、その分やっぱりきついなっていうのがありますよね。まあ500マイル大変やろうけど。そうですね、4回これからピット入るということなんですけれども、はい、私すごく感動したのが、優勝した時のタイでピットの方たちの作業が素晴らしかったですよね。あそこ本当に興奮したんですけれども、トムスを逆転した時、そうトムスがしくじりを打った時にこう野田真希は興奮したんですか。違う、脇坂監督がこうチーム作りをねこう3年半かけて4年目でね、はい、作ってきた中で、やっぱりそのスタッフの方たちのコミュニケーション、そういったこともすごく力あれ良かったですよね。でも本当にあれの裏にはですね、大島和也のファインプレーがあって、ね、J スポーツとかDVD 持ってる人ちょっと巻き戻して見てもらいたいんですけど、トムスにね和也が
あの坪井翔に幅寄せされまして芝生を走ってトムスに抜かれたんですけど、まあ、あのこの間のバンドのトークショーで坪井翔芝居ときましたですけれどでそれであの結構開いたんですね。で開いたままピットインするときにね、最終コーナーを大回りしてピットインするんですけど、そこでこいつね、あのピットインするところのブレーキングで多分2秒ぐらい稼いどるんですよ、トムスに対して。だからピット入ってきたときはもう結構詰め詰めで来とるでしょ。あれもう一つ間違えるとピットロード入り口のコーナーでちょっとオーバーでクラッシュ仕掛けるぐらいな攻めとるんですよ。でそれがあってメガニックが逆転できるかもしれないっていうので逆転してくれて、で逆転したら今度ヤマケンがトップで出してくれたらこれは俺は守らないといけないというね連鎖があって、ものすごくねもう本当にそう、そのトムスがあの失敗した時の興奮いうのは正しいんですよ。失敗じゃないです。今回大丈夫ですか、トムスの特徴はないですか。ないですね。大丈夫ですか。明日関谷さんが来るぐらいです。あ、関谷さんが来るぐらいですか大丈夫ですね、そしたら。はい、でもそうなんですね、大島選手なんか怒って坪井選手に怒っといたっていうのはちょっと聞きましたけれども。いや怒っちゃいないですよ。怒っちゃいないですよ。まあ、表彰台の時にすいませんでしたって言うからダメだよねって言ったら、ダメだよあれはダメだよって言った優しい優しい。僕はトークショーの間につねっときまし た、 あ、やっときました。この二の腕の下、牛側そこ痛くないとか大丈夫でも山下選手もその状況でもうピットクルーも含めてチームは本当にもう一丸となった状態でバトンタッチを受けましたよね。やっぱりこう違いましたか、気合が。いやもう緊張しました。あ、緊張した。はい、してるようには見えなかったですけど。いや、なんか冷静なのかなって、こうオラオラ煽られても全然冷静。すごいですね、もう車からそういうオーラを感じ取れるレベルなんですね。そこのさ、なかなか獣一さんでもやっと今何年やってんねんって言ったって。すいません、もう生木何年レースしてると思ってんねん。ずっと見つめてるから分かるんです。でも緊張されてる中でもじゃ冷静な。山県だけ見つめてるから分かんだよね。照れちゃいますね。今日いじめられてます私ね。はい、あ、はいですまあでもそんな感じで本当にねチームの雰囲気が今一番いいように盛り上がってきていると思いますので、ぜひですね今日もねちょっと対重たいと思いますけれども、結果をしっかりと表彰台に結びつけて。表彰台乗ったらほぼチャンピオン決まってくるんじゃないですか。表彰台乗ったら申し訳ないですけど、次戦オートポリスは我々ちょっとあのオフ取らせていただいて、どっかに動いて湯布院あたりで温泉入ってましょう。いやでもそのぐらいの領域 で、はい、で今回あのタイヤもですねブリディンソンさんね、柔らかい側と硬い側と用意いただいたんですけど、正直我々もタイヤどっちでもええなっていう、あのまあなんかタイヤがいいのは嬉しいんですけどね、はい、あのどっちも使えちゃいそうだから悩むんですよ毎回、はい、なんかどっちかがいいってなればいいんですけど、そう両方使えるんですよね。だからまああのレースですからね、やっぱり自分たちの道具はより良くしたいっていう願望があってですね、でこれが ね、 あのねソフト側はもう全く使えずにハートしかないっていうところもあると思うんですよ。その中でまあどれも使えるっていうのはものすごくブリヂストンさんに対してありがたいんですけど、ただ問題がありまして、レクサスの他の、まあ、1台を除く4台にも同じタイヤを供給してるっていうことがまず問題でして、そうですね、それはなんとかこれから後半戦はですね、我々だけにあのレベルのタイヤを供給いただけるとですね、23号車これあれですよ、同士打ちすることによって M さんにタイトルを取られてもいいんですかっていう話になってくるんですよね。あんま奥の偉い人に言ってますね。そう考えるとですね、もうあの T チームとか C チームとかですね、はい、あの辺にはもう供給しないようにお願いしたいなっていうのは、ちょっと僕からお願いしたいなっていうのはね、ありますよね。そうですね、うん、まあ、でもブリヂストンとしては各チームしっかりと、ね、足元サポートさせていただいて、はい、しっかりとしたレースを皆さんに楽しんでいただけるレースをお届けできればなと思っておりますので、はい、頑張ります。ぜひ今日の、ね、レース、そしてシリーズチャンピオンに向けての意気込みを一言ずつお願いいたします。山健さん、お誕生日すいません、今ケンタ休んでました、ね、今ね休憩されてましたね。ああ、今多分目つぶってたと思う、すいません、そのためのサングラ ス、 グラス、今回からスパイというサングラスがあのスポンサーにつきまして、はい、なるほど、だから、ね、四角い顔に四角いサングラス、あんまり似合うかどうかちょっとわからないんですけど、ちょっといただいたサングラスはちゃんと、ね、ちゃんと律儀につけとこうかなっていう、はいはい、似合ってますよね。はい、とても素敵です。似合ってます。褒めて、はい、褒めて伸ばして、5人、6人の方から拍手いただいて微妙ってことですね。微妙ってことですね。はい、ぜひね、レースへの意気込み一言ズバッとお願いいたします。はい、今日はまあ予選なんで、はい、午前の感じだと思う、多分 Q1 ギリギリ通れるか通れないかだと思うんですけど、通れるとまたいろいろ変わってくると思うので、はい、まず僕は Q1 やるので、通れるように頑張りたいと思います。はい、期待しています、はい、ありがとうございます。
はい、そしてエースお願いいたします。はい、まあ、あの厳しいレースですけど、はい、まあ、今回上位でフィニッシュできると本当今後有利に戦えるようになってくるので、あの正直来るまでは今回はまあ厳しいんだろうなと思ってたんですけど、まさかのちょっと戦えそうな気配があるので、ちょっとテンション上げて、はい、あの上位狙っていきたいなと思ってます。はい、期待しております。よろしくお願いいたします。さあ、そして監督、はい、お願いいたします。まあまあ2人がね、本当に走りやすい環境を作って気持ちよくレースしてもらえるのとしてもらえないのとで成績違うと思いますし、はい、我々がね精一杯もう本当集中し続けてちょっとでも前行くことの順位がどのぐらいかということと、あとまあ他力本願的な要素になりますけれども、各チームがねこう熱い長丁場のレースの中でミスする中ね、ミスせずにあの前にいるべき車が下がってくれるポイントをもう取りたいなと思ってね、でそれがここ富士とね、そのオートポリスでどれだけポイントを重ねて最後2戦に行けるかということでですね、精一杯戦いたいと思います。目立つレースじゃないかもしれないですけど、我々ようやく勝てるチームになって、勝てるチームになるそのパフォーマンスをですね、じっくり強いチームとして表現できるように頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いしたいなと思います。はい、ありがとうございました。最後にいいですか。はい、何でしょう。土屋圭一どこ行った。土屋さんはあっちでトークショーされてます。なんで僕と一緒に土屋圭一にならなかった。あれもう T シャツ着て嫌になったのか。土屋さん違いますよ。土屋さんとのトークショーは、はい、ほらあのスゴーでのだってここでね、どっちが勝った負けたでまた T シャツやるつもりで言ってて、今回社長すいません、はい、土屋圭一にピンク色の T シャツを用意したんですけど。あ、そうなんです。今回もですか。はい、あ、そうなんですか。だから土屋さんに言うといてください。ブリヂストン松坂11で僕の T シャツか、はい、ARTA かどっちが着るのをやると思ってたんですけど。あ、そうなんですか。はい、土屋さん、あの、はい、またちょっと勝負したいと思いますんで。そうです、ね。あの、私ども勝ちましたんで、ようやく一緒の土地で並びましたんで、次よろしくお願いしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。レクシブルアマーコーズ、皆さん、ツイートをしてください。土屋圭一逃げたな。ブリヂストントークショー、土屋圭一逃げたな。これよろしくお願いします。ハッシュタグブリヂストンスーパー GT でよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。脇坂11監督、大島和也選手、山下健太ありがとうございます。どうぞ大きな拍手をお送りください。この後の予選期待しています。頑張ってください。マイク熱くてすみませんでした。はい、ありがとうございます。